暇そうだな。うわ、出た。仕入れを手伝え。拒否権はないのかよ。ここにメモしたから。店には伝わっているのか。ああ、大丈夫だ。私は高貴なるウベシャレコ様の従順なる下僕、約束の品をもらい受けに来たと言えば伝わる。なんだよそれ。じゃあ、あとはよろしく。私はいつもの場所で待っているからな。あ、おい。はあ、とりあえず裏通りの万国伝書に向かおう。はいはい、どうしました？シャレコさんのお使いで来たんですけど。ああ、君が下僕か。なんだ、若いのに大変なんだな。はい、これをどうぞ。え、これは何ですか？アタッシュケースに入れるようなもの。くれぐれも慎重に運んでね。なんか、めちゃめちゃ不穏なんですけど。まっ、そのうちわかるんじゃないかな。一体俺に何を運ばせるつもりなんだ。とりあえず次はスクモパソコン館だな。いらっしゃいませ。何かお探しの商品はございますか？シャレコさんのお使いなんですけど。シャレコ様の。シャレコ様？なるほど。ということはこちらをどうぞ。今度は霧の箱？これでやっと解放される。なんか怯えてません？え、いえ。それじゃあ僕はこの辺で。はあ、一体何だって言うんだよ。次で最後だ。で、最後は電気街口の路地裏？絶対に怪しいやつじゃん。言葉を言え。え、もしかしてこの人がシャレコさんの合言葉だ。それってさあ、早く。くそ、私は高貴なるウベシャレコ様の従順なる下僕、約束の品をもらい受けに来た。よかろう。ああ、屈辱だ。これを君に。って今度はポチ袋？シャレコ様によろしく伝えてくれ。くれぐれも丁寧に運ぶように。たく、最後は何なんだよ。だけどこれで全部揃ったな。さっさとシャレコさんに届けちゃおう。全部受け取ってきたぞ。うん、ご苦労。一体俺に何を運ばせたんだ？知りたいのか？知りたいような、知りたくないような。知りたいなら金を払え。そうだな、5万円でいいぞ。
あ、誰がそんな金払うか。だったら1万円でいいぞ。だから払う金はないから。仕方あるまい。今日だけは無料にしてやろう。喋りたいのかよ。これが正体だ。じゃ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 ーん。マジかよ。というわけだ。それじゃ私は仕事に戻る。またよろしく頼むぞ。なんだよ、幸せの白い粉って。まさか運んだ俺が捕まったりしないよな。妻も娘も帰ってきてはくれない。こうなったらもう。おっさん。君は。おっさん、ダメだ。謝るだって。なんだ。確かに辛いかもしれないけどさ、生きていたらいいことだってあるんだよ。君に何がわかるんだ。わからないよ。わからないけどダメなんだよ。それじゃあ君は私の借金を肩代わりしてくれるのか。それは。だったらもう死ぬしかないんだ。死んじゃダメだ。ダメなんだよ。せめて最後に妻と娘に一目会いたかった。どこにいるんだ。母部恵子46歳、スーパーのレジ打ち。え、母部さやか17歳、高校2年生の茶道部です。ヤマト、リッピョン。お茶の水のホテルグランドパレス、そこで二人は待っているわ。本当なのか。会いたいんだったらその目で確かめなさい。ケイコ、さやか。待っててくれ。今行くから。みんな、どうして。これで大丈夫よ。きっと奥さんと娘に会って考えを改めるでしょ。探し出すのに苦労したんだぜ。でも、探偵さんみたいでした。ホテル代、あんたに請求するわね。ああ、安心して。明日からは彼に奥さんと娘の居場所を連絡するようにするわ。いくら繰り返しているとはいえ、毎日身投げされたんじゃ気分悪いものね。俺、何も考えてなかった。みんな、こうして頑張ってくれてたのに。俺はただ、現実から目をそらしてただけで。それはリュウたちのセリフですよ。ま、そういうことにしてやるよ。私は違うわ。朝日ちゃん、自分だけを責めないで。さ、お店に行きましょ。朝日ちゃんの復帰祝いよ。俺の復帰。副リーダー復帰のお祝いです。立花が払えよ。たった今から半径50メートル以上離れることを禁ずるわ。ごめん、みんな。ごめん。理由は気にしてませんよ。そういうの別にいいから。気が来たわ。それじゃあ行きましょう。はい。どうしたんですか。ごめん、みんな先に行っててくれ。俺ちょっと俺行ってくる。おい、立花。自分勝手な、いつもの朝日ちゃんじゃない。
お姉さん。あれ、朝日くん。ありがとうございました。ってことは大丈夫だったのかな。はい、だからお礼を言いたくて。そっか、わざわざありがとう。それなら待っててよかったよ。俺のこと待ってたんですか。待ってたってほどじゃないけどね。どうなったのかなって気になってたの。まあきっと朝日くんのことだから大丈夫だって思ってたけど、でも約束をしたわけじゃないのにこうして会うことができた。だからお姉さんは朝日くんが来てくれて嬉しいよ。え、いえ、そんな。そういえば前にも言ったよね、明日の約束すらできない世界なんてつまんないよって。明日の約束。あ、水木からメールか。14時に中央通りのホスマップ本店の横で寝坊しないように早めに寝るんだよって。俺は遠足前夜の小学生か。そっか、この場所水木と待ち合わせしてた場所だ。もしあの時俺がちゃんと約束を守ってたら。どうしたの。ちょっとだけ前のことを思い出しちゃって。何かお悩みのようだね。悩みが尽きないお年頃だね。悩みっていうか、なんていうか。よし、だったら今日はお姉さんが愚痴を聞いてあげちゃおう。ほらほら若者よ、思い切ってお姉さんにぶちまけちゃえ。いや、その、あの。むむむ？もしかして友達と喧嘩でもしちゃったのかな。え？どうしてわかるんですか？お姉さんですから。答えになってないです。それで、その友達とはどうして喧嘩しちゃったのかな？どうしてなのか、わからないんです。何がわからないか、わからないってやつね。もう、お姉さん。冗談だよ。だけど、冗談じゃないかもしれないね。人の心ってわからないものだから。そうですよね。だからね、お手上げだよ。ちょっとごめんごめん。相手の気持ちをね、わかろうとすることは大切だと思う。でもね、それだけじゃダメだと思うの。じゃあどうすれば。自分の気持ちもね、分かってもらおうとしないと。自分の気持ちを。そう、本当の自分の気持ちを。でもそれはとっても怖いことなの。嫌いな自分も恥ずかしい自分も、そのすべてをさらけ出さないといけないから。相手を丸裸にしたかったら自分から丸裸にならないと。ま、丸裸？もうまた変なこと考えていたでしょう。違います。それに相手は男ですから。男の子同士なら簡単だよ。まずは裸になって。裸になって？分かり合えるまで喧嘩だよ。喧嘩？仲直りじゃなくて？そう、喧嘩だよ。分かり合えないまま仲直りをしても、それはきっと本当の仲直りじゃないの。お互いに裸になって分かり合えるまで全力でぶつかってごらん。それで分かり合うことができたら、きっと一生の友達になれると思うな。そして夕暮れの河川敷でね、やるなお前、お前の方こそ、とかしちゃいなよ。もう何ですかそれ。いいな男の子って。そのまま好きな女の子の話とかしちゃうんだろうな。考えすぎですって。だけどありがとうございます。なんだか少しだけ分かった気がします。少しは役に立てたかな。はい、ならよかった。それじゃあお姉さんはそろそろ帰ってグビッとやろっかな。飲みすぎ注意ですよ。はーい、それじゃあね、朝日くん。俺ぶつかってみるよ。
ごめん、お待たせ。遅えぞ。待ちくたびれたわ。おかえりなさい。遅いっち。ごめんな、リンク。許してやらねっち。それじゃあ、乾杯しようかしら。その前に、教えてほしいんです。あの、あけみさん。今日と昨日、自警団はどうしてましたか？なんだよ、急に。二件よ。二件の妄想が侵食し、そしてそれを壊した。ごめんなさい。リュウたち、止めることできなくて。ふん、誰かがふぬけてたせいよ。なあ、俺のせいだ。全部俺がいけないんだ。俺が本気でぶつからなかったから。だから、自警団を止めることができなかった。それじゃあ止める？秋葉原自警団を、それとも妄想の侵食を。わかりません。はあ？わからないんだ。どうしたらいいか。俺ずっと考えてた。妄想って何なんだろうって。守るべきものなのか、それとも壊すべきものなのか。ふん、それで？わからなかった。おい、しっかりしろよ。本当にわからないんだよ。妄想が生まれたことで救われた人がいる。だけど、妄想が壊れたことで救われた人もいる。だから、わかったんだよ。どっちだよ。わからないことがわかったんだよ。俺は今も迷ってる。正しい秋葉原ってなんだ？妄想を頼って幸せになったらいけないのか？それは…だから俺にできることは、秋葉原自警団を止めることだけだ。自警団の方法じゃきっと救える人すら救うことができない。だから俺は全力で自警団を止める。よくわからないわ。お前もかよ。だけど自警団を殲滅するのなら協力してあげる。理由は朝日さんの意見に賛成です。琴美、リッピョン。だけどこれは俺の気持ちだ。みんながどうするか、それはみんなに任せるよ。助けてやるよ。ニートは一人じゃ何もできねえだろ。そうですよ。ニートなんですから、ニートらしく甘えていいんです。奇跡的に就職できたら、その時は出世払いを覚悟しなさい。あ、お前ら、なんかひどくないか。正しい朝日の扱いっち。でも、本気で戦えるのかしら。水木さんのことですね。幼馴染なんだろ。心配してくれてたんだな。だけどもう大丈夫だよ。今度こそあいつを本気でぶっ飛ばすから。若いっていいわね。それじゃ復帰祝いなんかじゃなくて勝利の祝杯を用意しておくわね。みんな行こう。俺たちが自警団を止めるんだ。疲れたっち。